ラワーボールでゲームがスタートします。キャスパーユンカーが下げて始まりました。鈴木優真はまたサイドを変えるようなボール。泉です。さあ上田綺世、上田右にセット、上田綺世、西川こぼれ球、待機、開始6分先制、鹿島アントラーズセカンドボール逃しませんでした。アルトゥール開機ついてましたね、はい、まあ、裏のディフェンス人はいたんですけども、多少振られてしまった感は。柴戸が運んで背後へ、さあこれはうまく抜けてきました。秋元折り返し、トンスンテは残して、これはまだプレーオンです。 PK です。っていうのが勝ってたと思いますし、まあ、結構間が空いたのでキッカーにとっては非常に難しい、まあ、岩波ショルツいますからね、いいボールが入ればというところですね。岩尾が巻いてきます。流れた、決まった、ファウル。キッカーから右、常本、こぼれ球、回帰、西川よく触りました。おーし、シャルクが落として、さあ松尾だ、松尾、関川、あー残った、松尾よく体に当てました。ジョンスンテ、松尾が入れた、ファーサイド、奥久保、まだあります。ウサオクリア、まだあります。後ろから切り返し、岩尾だ、クロスだ、中田さん、痺れるような攻防でしたね。すごかったですね、岩尾のミドル、両チームの試合終了、熱戦決着つかず1対1で終わりました。